トランプ前大統領が先ほど、「違法なことは何もしていない。」と捕捉後初めて自身の SNS に投稿し、無罪を主張しました。トランプ前大統領は不倫相手への口止め料支払いなどをめぐり、34の罪で起訴されました。アメリカメディアによりますと、在場認否ですべての罪に無罪を主張したということです。トランプ氏は先ほどフロリダ州の空港に到着しました。 この後、演説する予定です。